敵をやめてくれ。私に何か伝えようとしている。私はクイーンと共に新しい世界を作ります。我を統括しなよ。私とあなたが出会う時、世界は変わる。私の心をただ反射させていただけ。よーい、トリスが。私には解毒剤が必要なのに。あれば天達様を助けられるのに。どういうこと？解毒剤なの、命の木の種は。そうなんだ。あ、でも研究室の種は発芽しちゃったし、実はなってるのかな。よく見えないけど。ダメだ、まだ実はなってない。え、見えるの？え、見えないの？どうすれば。
神殿に行けば命の木の種を。うん。かけらなんだけどね。あとは海流に流されてないことを祈っといて。クリーンを止めろ。アマテ様から離れるように命じろ。無理だよ。だってクイーンはマイフレンドからの指示を無視しているんだから。クイーン、何を企んでる。何にも。クイーンともう一度つながろうとしているだけだよ。パーテル、出力を上げて私の思いをクイーンに届けろ。早い、マイフレンド、出力最大。私に答えてくれないんだ。なぜだ。お前の目的は何だったんだ。一体何がしたい。クイーンの体内で限界まで濃度が高まった区別が戦神に打ち込まれているんだ。どうなると思う。体内で急速に増大した区別は戦神の体を破って全宇宙に向けて放出される。命の木が知恵を宇宙に振りまくようにね。アマテ様の体を。これは新たに宇宙を作るビッグバンダムさ。戦神をアマテ様を道具として利用したというのか。争いのない世界を作るための、犠牲だよ。お前は全宇宙をコントロールしようというのか。そのつもりだった。全ての知的生命体は自由意志を奪われ、クイーンの支配下に入る。そして私はクイーンを通して争いのない宇宙を作るつもりだった。しかし、建造物も文明も全て知恵によって生み出された全てのものが消えた世界。かつて知恵が存在した痕跡すら消え失せた世界。それがクイーン、お前の望む世界なのか。なんだ今のは。冗談じゃない。感動が消えた。アマテ、あの予言はそういう意味だったのか。クイーンと女神が出会うとき世界は変わる。同じ夢を見ていたんじゃなかったのか、クイーン。Oh!
壊。ずいぶん余裕だな。明日は戦士の頂きだっていうのに。余裕っていうか、戦士に選ばれるのはきっとお前だ、ジャグラー。自分に負けるな。打ち終わったようだ。
よ最終段階だね。アマテちゃんの体がバーンって破裂して、クグツが盛大に広がるよ。アマテ。スザクの全エネルギーをビーム砲に集中させる。あんたの相手はウルトラマンだけだと思わないで。クイーンが私を呼んでいる。私に助けを求めている。大丈夫か？ミコットが、ミコットが助けてくれたんです。ガイガイ、見つけ、見つけガイ。俺は光の戦士を超える。よせ、見てた。俺も侮るぜ。私を見捨てないでくれ。私も見捨てないから。一緒に新しい世界を作ろう。パーテル、私は今度こそクイーンと一つになるよ。クイーンと同化すれば私には解毒剤など不要になる。これが私の最後のカードだ。マイフレンド、まさか二人を量子分解して再構成しようなんて無茶は言わないよね。さすがパーテル。私の理解者は君だけだったよ。サイケイ、フレンドの邪魔をさせない。
世界に最高の笑顔を取り戻そうぜ。皆さんの力お借りします。